酒井、巴の消息は？日吉の家の内と外で人が居殺されたそうだ。おかげで村の往来はすっかり減ってしまった。巴の仕業だと？適切な場に弓取りを置けば村の孤立などたやすい。先生が長尾家でお使いになられた平日ですね。友恵は覚えが早いな。いかにも、まるであなたの分身です。ならばそれを逆手に取ってやるぞ。いかにして敵を見つけるのです？己を巴と思え。日吉の人の出入りを掌握するのであれば、どこに兵を置く？浜への道は数人で足ります。さよう。宿の後ろの道に。いいな。隠れ場もなければ見通しも悪い。わずかな人数で村全体を制すのだぞ。村の入り口を兵で固めてはいかがでしょう？もはや街道に人はおらぬぞ。兵を置くだけ無駄だろう。村の橋を見張る者がいるでしょう。いかにも。村の南の道は上り坂。弓を射るには最適かと。筋がいいではないか。見込みがあるな。では参るぞ。巴には他に何を？余さず教えた。長尾家を去った言われさえも伝えてやったぞ。湯に浸かるため身を引いたのだな。なれど弟子は取った。しばらく後にな。何故です？そろそろだ。用心しろ。罪なき者をやつらめ。人殺しを三途の川に送ってやるとするか。ふぬけばかりか。発射。
進むぞ。罪なき者まで殺めて、巴は島民としての誇りまで捨てたのか。蒙古があやつに約束したのは権力、富、地位、ここでは得られぬものだ。己の出自を疎んじておったということか。お主は優しすぎるな。優しさは強みです、武士にとっても。誰の教えだ？孫子か？叔父上です。慈悲の心はある。敵襲！蛇の住みかもあと一つ。来い。巴はいかにして弟子に。父親の粗末な夢だけ持って道場に現れ、帰ろうとしなくてな。追い返そうとはしたぞ。だが次から次へと的に矢を当てよって、まったく度肝を抜かされたわ。鍛えていたのでしょう。構えは不格好、あれでは戦に向かぬ。だが矢を外すことをためらわぬ度胸だけはあった。天賦の才か。殺しの才だ。気づくのが遅すぎたがな。
石川はいるか。己、何をだ。ああ、ことづてがある。申せ。石川、日吉の民はすべて命を乞うことになる。長尾広典に撃たれた者の。黙れ。長尾広典、賊に殺されたはずでは。昔の話だ。優れた弓取りだったと聞きます。弟子だったのですか。いや、すべて巴のデタラメだ。すべてではないでしょう。疑心暗鬼にさせるための策だ。日吉を守れるのはわしら二人しかおらんからな。ならば信じましょう。村の守りを練らねばならん。手はずが整ったら道場に来い。よし、いい子だ。
島の者を堕落に連れてくって噂もある。私も悲しい。私も鎧を整えてもよろしいでしょうか。もうすっかり夜ですね。何を直しましょうか。もう鍛えられません。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。ではきっとあなた様をお守りしてくれます。ん？別に。どうした？何かがいつも違う。一人だけ生き残るってのはどんな感じなのかね。泣かないで。泣けることに泣く。良い弓に勝る武具はございません。信じてよ。またいつでもお越しください。嘘に決まってる。菅笠衆は菰田の浜でみんな死んだんだよ。いつどこで見た。
いつか穏やかな旅に出ようか。酒井。手遅れになる前に日吉の湯を巴から救うぞ。なぜ日吉に固執するのでしょう。あれはわしの故郷、滅ぼすことで力を示したいのだ。恥を知らぬな。なれと地の利は我らに、軍勢だろうが退けられましょう。または村を猛虎にくれてやる。巴は勝利に酔いしれ用心を忘れる。その隙を叩く。村を犠牲にするとおっしゃるのですか。その価値はあるであろう。それでは巴と同じです。確かにな。巴は北から来る。そちらに注力しよう。これより高台に行き矢を置き。酒井、聞こえたか。一夜一冊。どうしよう。どうしよう。ナチャ。ああ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 。武将、どうしよう。どうしよう。どうしよう。あやつめ、やはり打ち手を放ってきよったか。我らを狙うにしては数が少ない。あるいは時を稼いでおるのか。日吉の湯が襲われている。行くぞ。わしが死んだらお主が巴を殺してくれ。心得ました。巴はお主も殺し、わしの技を滅ぼす気だ。さようなことは決してさせません。巴はどこを狙う。村の裏手の滝の近く。あそこは手薄だ。猛虎より先につけば備えもできましょうが、果たして。難しいであろうな。お主ら、ここへ。いかがなさいました。猛虎が日吉に向かっておる。皆を宿に集めて隠れておれ。
敵はわしらが。はい、そのように。ここは見晴らしが良い。挟み撃ちの心配もなさそうだ。急がねば、地の利をどう生かす。何もないか。ありものを使うまで樽で痛手を与えられるやも。草むらに猛虎を誘い込むか。火の矢は持っておるか。蜂の巣か。足止めになるな。火の矢を持て。わしらまで燃やすでないぞ。ならば下がっていてください。備えろ、猛虎が来るぞ。奴らです。よし、わしの弓術を解くと見るがいい。降りてくるぞ。殺せ。一夜一殺で参る。まずまずの敵だ。容赦もない。抜かるなよ。カイドウから来るぞ。お任せを。どこだ。来るぞ。援軍が。奴らを冥府に落としてやれ。まずは
来よったな。あれが巴？あやつめ長尾の旗を捕らえましょう。今からでは間に合わぬわ。腰抜け目。いや、バカにしておるのだ。巴の前の弟子が長尾博則だと知っておるのだろう。弟子ではないと聞きました。どちらです？かつてのわしは若く傲慢で無情だった。博則はその姿を真似て兵を率いて謀反を起こした。敗れた者の長尾家の精鋭を道連れにしよった。賊と戦った末死んだのではないのですね。それは長尾家を守るための作り話。師としての責を問われ、わしは全ての信頼を失った。情けとして指南役のみ下ろされてな。ああ、休日を失わずに済んだと己を慰めたが、見てみろ、こんなものに何の価値がある。巴にも聞かせたのですか？わしが再び弓を教える意味を知ってほしかった。結局あやつにも裏切られたがな。博則の罪も償えず、巴の心も変えられず。しかし日吉の民を救ったのは確かです。新たな弟子と共にな。金田の木に来てくだされ。ああ無論だ。だが巴の後も追う。必ず捕らえねば。承知しました。
光る。腕試しと行くぞ。これからも頼むぞ。お侍、お頼みしたいことが。ある男が筒の浜で一人で太刀を振り回していましたよ。生き残った民か、ただの賊か。わかりません。ですが、なぜか泣いてました。ケンジ、何をしておる？ちょっと厄介事がありましてね。何をしでかした？いやいや、猛虎があっしらの飯を奪うんですよ。米、栗、魚、すべて持ってかれてもう腹ペコ。あっしらだと？お前の畑なのか？あなたの言葉が忘れられなくて、ここの百姓の手伝いをしてるわけですよ。猛虎の野営はどこだ？数日に一度来ては食い物を奪って去っていくので分かりません。待ち伏せするか？それがですね、
人質を取られてるんです。もし食い物を渡せなけりゃ。何か手を考えねば。手はあります。お嫌いでしょうけど。まずは見て決めるとしよう。お見せしましょう。食い物は浜に置く決まりなんです。この食料はどこから。畑や空き家から集めたり、釣りや狩りで奴らを食わせるために頑張りましたよ。なぜ逃げなかった。アッシュはバカばかりやってきたから、生まれ変わりたいんです。猛虎にある食料です。でもこの樽だけは空っぽ。お前の策とは奴らを怒らせることか。まさかまさか。この大きさなら人がすっぽり入れます。鎧を着た勇ましいお侍でもね。俺よりふさわしいのは調子のいい酒売りであろうな。この樽猛虎の野営に行っちゃうんですよ。その後誰が戦うんです。あし、あなた。前と俺といつも何かに入る羽目になるな。名案でしょう。お前の息と同じ匂いがするぞ。まだ酒が残ってましたかね。あ、酒井様、来ましたよ。ウディキンタルキンタッチ。あ、そうだ、全部やる。ほら、持ってけ。バスター・モリガフ。待て待て、あれは見よ。ミヨは俺の馬、俺の。ナダマツァッ、モルピグニッボッソ。あいた。堪忍して、ミヨ、おい。まさかうまくいくとはな。Oh!
信じられん。助かったぞ。食料を村に運び、ケンジに知らせてくれ。ケンジ？あの野郎、今度会ったら一発殴ってやる。どういうことだ？全てあいつがまいた種なんです。モーコと取引しようとするから。ああ、酒井様、さすがの腕前。ケンジ、バカで間抜けで飲んだくれのダメ男め。ここは俺が。訳を話せ。モーコに食い物を売ると言って、わらと木くずをやってみたんです。儲けるためか？畑を守るためです。まさか気づかれぬと思ったのか？こんなに早くは。思っていたよりすぐにバレて、村の門が捕まって。食い物を渡さないと殺すって。人の役に立てと焚きつけたのが間違いか？え、いやいや、間違いだなんて言わないで。役に立てます。ただ練習が足りなかっただけ。人の命がかかっている時に練習などと申すな。肝に銘じます。王子に殺されずに済んでよかったな。すまなかった、助けになれないで。助けだと？米食って喉詰まらせろ。おっと、また余計なことを言ってしまったみたい。では達者で。体に火をつけて猛虎の火薬に飛び込め。かけろ、かけ。お前の命、無駄にはせん。
少し疲れたか。いざ勝負。菰田の浜で死んだ我が友、葛西、松戸、本郷、お主らの対馬への思い忘れはせん。猛虎がお侍に勝てたのは数で上回ってたからです。またできるぞ。怪我をする前にやめておけ。お侍には見苦しいかもしれませんが、剣の腕を磨かねば、さらわれた娘を助けられません。どこに連れて行かれた？猛虎勢の砲を下ろした戦船に。二隻あるな。兵も大勢乗っていよう。
勝ち目はないぞ。小舟と太刀があります。あとは腕の立つお侍がいれば。助けよう、船に乗れ。ありがとうございます。兵の相手は任せろ。さあ出立しましょう。いつでも船を出せます。